こんにちはスポーツをテーマに、えー、独自の視点から勝手な想像と解釈をしていくこういうコンセプトでやらせていただいています、えー、今回のお題は、えー、名勝負パート1です、えー、過去のスポーツシーンにおいて数々の名勝負がありましたよねもうこれぞ名勝負みたいなのがたくさんありました えー、古くはエナツ・ユタカ対オ・サダハル、山下・ヤ弘ヒロ斎藤・ヒトシ、大野ノ対チュノフジなんかもありましたよね、えー。ちょっと新しいところではカール・ルイス対マイク・パウエル、モルセル対エルゲルシ、シュガー・レイ・レナード対トマス・ハーンズうー、まだまだありますが、この辺でやめておきますか。ね、あげれば切りがないですからね。はい、えー、今回。 紹介する名勝負は、えー、長野オリンピック、えー、男子スキージャンプ団体であった名勝負、えー、岡部斎藤原田船木、えー、この四人の日の丸う飛行隊ですね、えー、この四人の日の丸飛行隊があ2本目で、えー、大逆転で金メダルを獲得したのはあまりにも有名ですけど、えー、この金メダルにはもう一つの名勝負があったことをご存知でしょうか え試合当日、えー、白馬は朝から大雪という感じでしたねで競技そのものがもう微妙な状態だったんですが、えー、とにかくあの超満員の観客が入っていたということと、えー、この種目で金メダルの可能性があった日本サイドはなんとしてもこの1本目をスタートさせたかったもう大雪の中もう無理やりと言っていいと思いますね、えー、1本目がスタートされた で悪天候の中岡部斎藤大ジャンプを見せましてこの段階で日本がトップに立ったところが3人目の原田選手の時にいろいろ不運が重なりまして 79m50 という大失敗ジャンプに終わったんですでこれが響きまして1本目を終わった段階で日本はメダル圏外の第4位と いうことになっってしまったわけですねでここでさらに雪が強くなりまして、えー、審判団は2本目をやるかどうかの協議に入ったわけなんですね。で競技に入ったんですが他国の審判団は、えー、中止を強く求めてきたそうですね。で日本はあの4位ですから。 このまま終わるわわるけけにはいいかないわけですよね何としても2本目に進みたい、えー、その中で日本が出した条件というのがですね他国の審判団に条件を出したんですね、えー、どんな条件かというとテストジャンパーを何人か飛ばして一人も転倒しなかったら2本目に進むということでよろしいですねみたいなもうとにかく無理くりというかなんとか。 えー、この提案を他国の審判員に飲んでもらうことができた。で、えー、この連絡を受けたテストジャンパーたちですよ、あのー、これ一人でも転倒したら日本がメダルを逃すということをこれ瞬時に理解できたわけですね。えー、今までに感じたことのないプレッシャーを受けて、えー、大雪の中一人 また1人と飛んでいったわけなんですでトータル25人のテストジャンパーが飛ぶことになるんですがあの悪天候の中、あのー、そこそこのジャンプを見せたんですねで24人まで進んだで24人ともなんとかそこそこのジャンプを見せたでこれで2本目に進めると思った日本サイドなんですがえその時ですよ 他国の審判員がそこそこのジャンプでは納得できないとしてこのタイミングでまたまた中止を訴えてきたです、ね、これ2本目ができると思っていたあ日本サイドこれはもう大パニックですよちょっとちょっとみたいなもうあのもう25人中テストジャンパー24人飛んじゃってるしみたいなねで今更そんなことを言われてもみたいなもうどうしようどうしようという感じだったんです。 でそんな中でですね、1人の日本の審判員が、とんでもないことを言い出したんですね。じゃあ、皆さん、分かりましたと、最後に飛ぶ西片陣也という選手が、もし120メートル、K 点を超えなかったら中止でもいいですよと、これ、もう大勝負に出たわけですね。で、これを知ってか知らずか。 25人目最後のテストジャンパーとして西方選手がスタートを切ったわけです。結果はどうだったか、ね、?123m の大ジャンプ。えー、悪天候の中、えー、見事に経点を超えてみせた。あとは皆さんがご存知のとりなんですね。でこれが あの感動の裏であった名勝負なわけですね1本目を大失敗した原田選手なんですが2本目には見事1 3 7メートルの大ジャンプこれが、えー、バッケンレコードとなりまして金メダルに花を添える形になったちなみに1本目に岡部選手も1 3 7メートルを飛んでいるわけですねでここからが勝手な解釈になります あの今日は名勝負という回ですからねで西方選手は一体何何ととと勝勝負をして、えー、何に勝ったのかということなんですでこの西方選手はですねこの今回の長野の一つ前のリレーハンメルの時の男子スキージャンプ団体のメンバーこの時は銀メダルだったんですけども。 レジェンド、葛西紀明選手もこの時のリレハンメルの銀メダルメンバー団体メンバーだったんですねで。ところがこの銀メダルなんですがとてつもなくあの悔しい、悔しい銀メダルだったんですね。でどういうことかと言いますとですねあのもう金メダルをほぼほぼ手中にしてたわけなんですよ。 でえー、最後の最後、当時エースだったのが原田選手ですね、で原田選手があ最後のお日本チーム4人目のジャンパーとして、100メートル少しを飛べば、えー、金メダルという、原田選手の実力からすると、全く問題ない、えー、距離だったんですが、えー、これがですねなんと世紀の大失敗。 ジャンプなんですね、えー、距離は確か97メートル50だったと思います、えー、ほぼほぼ手にしていた金メダルを逃しているんですねで失敗した原田選手は頭を抱えてうずくまってるでそこに西方選手と笠井選手が歩み寄りましてね原田さん俺たち銀メダルじゃないですかとすごいと思いますよと胸張って日本に帰りましょうよと声をかけたそうで で,す、ね、でこの時に長野でのリベンジこれを強く強く誓ったに違いないんですでそのリベンジを強く誓ったその流れでの長野での代表漏れその流れでのテストジャンパーなわけですよねなんで俺がテストジャンパーなんだという感じだったと思いますよあの西方選手の心中を察しますと あの今回、長野のメンバーになってるメンバーに対して、ですねみんな失敗してしまえと思っていた可能性が高い、そんなバカなって思うでしょでもね、ギリギリで代表から漏れた選手ってそういう心境になるみたいなんですね。で、実際、笠西選手も長野の団体メンバーから漏れてたんですが、あのーで、原田選手はメンバーでしたよね、長野も。で原田選手が 踏み切った瞬間に落ちろって叫んだって言いますからね葛西選手が西方選手にもいろんな葛藤があったに違いないんですよあの日本がメダルを逃すことで自分をメンバーから外したコーチ陣にね後悔させてやろうとかメダルを逃したメンバーに対してざまあ見ろって心の中で叫ぶことだってできるわけですよね でもしてここで、えー、西方選手が K 点を超えなかったとしてもですよ、誰も攻めることができない、でこういった邪念、雑念、す、え、べ、ー、て振り払って、えー、テストジャンパーのアンカーとして、えー、見事に役割を果たしたというのが西方選手なんですね。だから結局のところ、西方選手というのは、もう一人の自分とあの勝負して勝ったのではないかと。 僕は勝手に解釈すするわけなんですね、えー、この勝負、えー、試合で表彰台を目指すことの何倍も難しい勝負だった。えー、僕はそう思いますね。で、えー、この西方選手を含む25人のテストジャンパーからのバトンを受け取った団体メンバーが、息に感じないわけはないですよね。で、原田選手は、えー、2本目に大ジャンプ。えー 1 3 7メートルの大ジャンプですね、えー、機械では測れないところまで行ったわけなんですよね、えー、別の世界に飛んでいたっていうこともありますよね、バイ・工藤三郎、分かる人は分かる、えー。西勝選手、今年の6月に、えー、映画「日の丸ソウル」が公開されると聞きました。 僕の解釈がどこまで的を置いているのか、公開を楽しみにしています。えー、映画の宣伝もいいですけど、あのえー、民宿、えー、愛徳の宣伝もしっかり頑張っていただければと思います。次回もマニアックに攻めていきたいと思いますチャンネル登録をよろししくお願いします。